ありがとうございます。先ほどまでは JICA 海外協力隊に関しての内容をすごく深掘りさせていただきました。これからは現職に関してちょっとお話ししてもらおうかなと思ってるんですけど、今されてるお仕事っていうのもお聞きしてよろしいですか？はい、もちろんです。今は開発コンサルティング会社に勤められてるって感じなんですよね。そうですね、うん、実際ちょっともう少し深掘りしたいんですけれども、開発コンサルティングって具体的にどういうことをやってるような企業になるんですかね？JICA がありまして、JICA はまあ外務省の予算を持って執行する外部機関ですけれども、はい、そこからお仕事をいただいて、で海外に派遣されて、いろんな分野あると思いますけれども、現地でいろいろ設計したりとか、農家さんに何か指導したりとか、今働いてる会社でいうと、僕は地図とかデータとかを作ったり取ってきたりする会社なので、はい、そういった仕事を JICA から受け負って実施しているっていう企業になりますね。それはもうなんかプロジェクト単位でそういうものがあって、それに対して募集がかかって、それを受注するようなイメージなんですね。そうですそうです。なるほど。実際開発コンサルティング企業っていろんな分野あるんですよね。農業であったりだとか、あとはインフラ系とか、インフラもあるし、防災とか、電力とか、エネルギーとか、あとは教育とか、あと保険とか、本当に多岐にわたる分野で、それぞれの強みがある会社さんがそのコンサルティング業界の中で横断的な会社もありますけれどもあるっていう感じです。なるほど、その中で今小林さんが働かれてるところっていうのはどこの分野に位置するとかってありますか？基本的にはインフラなんですね。インフラの設計のための基礎となるデータ、地図とかがやっぱりないとどこに道路を作ろうとか、そういうのもやっぱりなかなかわからないので、基本的にはインフラなんですけれども、ただその地図的な情報、例えば人工衛星とかから地球を見た時に、例えばアフリカが今どうなってるのか、あとは10年ぐらい前のアーカイブの衛星とかと比べた時に、例えば都市がどう変わってるのか、森林がどんだけ減ってるのかとか、何か地震とか災害が起きた時にどれぐらいの家が壊れちゃったんだろうとか、そういったデータっていうのは結構いろんな分野に使えるし、基礎となる情報なので、そういったのを他の仲間となる開発コンサル業者さんとかに提供したりとか、そんなことをやってますね。面白いですね。実際その他の民間企業だとか、その中でも開発コンサルとかいっぱいいろんなところあったと思うんですけど、なぜ開発コンサルティング会社に選ばれたかみたいなところって何かあったりしました？コンサルティング業者を選んだのは途上国の実際現地で起きている課題、例えば私アフリカザンビアでしたけれども、そこで本当に何か問題がやっぱり起きてて、っていうところのこう支援をしているような業界が開発コンサルじゃないですか、だから JICA からこう仕事を受けて、で現地にこう行って何かしらのこうサポートとか援助ができる、そういったところに魅力を感じたかなと思います。なるほど、ありがとうございます。実際今開発コンサルティング会社で働かれてると思うんですけど、小林さん自体の将来的なキャリアプランというか、そういったところって今どういうことを考えてらっしゃるんですか？私はその営業職で今携わってますと、例えば人工衛星のデータとか解析した結果とかをコンサル業者さんに売り込むみたいな営業活動してるんですけど、それはそれでもっと磨いていきたいと思うし、詳しくなって勉強してと思うんですけど、自分自身でやっぱり技術者として現場に入ったりとか、政府の人とかと喋ったりして、仕事を自分でこう回していくとか作っていくとか、そっち系のもっとだから専門性をつけたいなっていうのはありますね。そういうことですね、そうなるとやっぱり大学院とかそういった形になるんですかね？おっしゃる通りですね、なるほど。結構じゃあ直近でこれから大学院とかってところも検討されてます？検討してます、分野でいくとどの分野で進みたいとかあるんですか？僕今制作に興味があって、そのテクノロジーがいろいろ日本の企業さん持ってると思うんですよね、例えば今私の会社でいうと、さっき申し上げたような地図データとか、その情報を収集する能力って企業としてはすごい先進的なものを持ってる、そういった技術っていうのをどういうふうに使ってあげたらその国にとってより良いものになるのか、その政策作りのところにすごい興味があって。そういうことですね、ただ小林さんコミュニケーション能力あるのに専門性の力も身につけちゃったらすごいことになっちゃうんですよ。すごいことになりたいすごいことになりたいよ私も、よくあるあるですけど、全員とは言わないですよね、技術者の方って技術にすごく特化されてるから、コミュニケーション能力とかがちょっと専門性の寄りになっちゃうっていうところがあるんでね、だから小林さんがそういうことになったらすごいことになっちゃうんじゃないかなっていうイメージを今持ってますけどね。そのやっぱり技術の情報ノウハウを持ってて、日本と同じようなものをこう提供しようとした時に、やっぱり現地の課題感、全然日本と違うレベルの課題があったりとか、ニーズとか、こんな風になりたい、そのあるべき姿は日本と違ったりもすると思うんで、そういうのをちゃんとヒアリングした上で自分の持ってる技術的な知見っていうのをどうやってこう組み替えてあげて提供したらいいのか、そこがやっぱり一番重要だと思ってるんで、そういうのをちゃんとやってあげないと多分途中で止まっちゃうんですよね。お金がなくなっちゃったから終わっちゃいます、さっきのキノコとお米の話じゃないですけど、僕がいなくなったらもう終わっちゃう、それってやっぱり意味がないと思うんで、仕組み作り、枠組み作りっていうところがすごい重要かなっていうふうに思ってます。
なるほど、面白いです。ちょっとじゃあまた大学に取られた後、もう一回インタビューにお越しください。勉強しますありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後にっていうところでお聞きしたいなと思ってるところがありまして、うんうん、今小林さんとかって、うん、ザンビアに2年間行かれたりだとか、うんうん、いわゆる東南アジアとかも行かれてたりとか、うん、そういったこともあると思うんですけど、うん、海外を見てきたからこそ日本っていうのをちょっとどういうふうに見てるのかっていうところをお聞きしたいなと思ってるんですけど、うんうん、実際どうなんですかね。これはやっぱりもっともっと日本っていうのは海外に挑戦していけると思ってまして、逆に言うとまだ縮こまっちゃってる部分があるかなというふうに私は思ってますね。なるほど、うん、具体的にどういうところが縮こまっちゃってるような感じなんですかね。なんかですね、日本の企業って絶対もう世界においてもうトップレベルの技術力とか商品力とかを持ってる会社なんでめちゃくちゃ多いと思うんですよ、うん、そうです。どんどん世界に挑戦していくべきだと思うんですけれども、例えば言語の壁とか、あとそのビジネスのなんか障害とか、うん、海外にどんどん行く人材が会社の中にいないから出ていけないとか、はい、そういった多分いろんな障害によって海外に出ていけてない現状があるのかなと思っていて、それをやっぱりザンビアで感じたんですよね、はいはいはい、中国とかインドとか結構やっぱりいて、おっしゃる現場には、うん、でどんどんこう出てきてビジネスしてますと、はい、なんやかんややってますと。その辺と比べた時に日本ってまだまだそういうのできてないって思って、いやそうですね、だからもっと日本は海外に出ていくべきだと思うし、うん、はい、そのためにやっぱり会社の仕組みもそうですし、金銭的な予算とか、うんうんうん、あと人材、語学力、そういったところをどん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 日本っていうのはもっと強化していくべきかなというふうに思ってます。いや、ありがとうございます。このおっしゃる通りで、うん、今現状アフリカ市場って、うん、日本って全然取り切れてないって、取り切れてないですね、理解でもいて、うんうんうん、一方で、うん、中国とかインドっていうのはすごく進出して、うん、してます。ビジネスとしては結構成り立ってるじゃないですか。もうチャイナタウンじゃないけれども、もう人ごと、そうそうそう、もう街ごとガッと行って、うん、もうそこで回しちゃうっていう意味では、日本もそういう風に同じ中国と同じようにやるかって言ってまた違うかもしれないですけれども、日本ならではの協力隊なんかはまさにそういう日本ならではの取り組みだと思うんですけど、うん、やっぱりもっとビジネスの民間の会社とかも、はい、あのうまく巻き込んだようなアフリカへの進出っていうのは必要かなというふうに思ってます。おっしゃる通りですね、うんうん、まあ、ただ日本の企業がアフリカとかに行こうとした時に、うんうん、まあ、どうしてもそこの言語の壁とあと文化とか、そうそうそう、アフリカのことを知らなすぎるから、 そこをどうにかしてね、JICA 海外協力隊活用していただいて、なんかうまくできるといいなって僕はちょっと思ってたりするんですけどね、うん、いや本当に僕もそう思いますだからぜひね、こういう動画とか、うん、こういう情報発信とかで、うん、普通にこれまで知らなかったアフリカのこと、まあ、あるいは世界のことに、はい、あんまり触れてこられなかった方々っていうのが、あ、なるほどと、ビジネスチャンスあるかもしれんというふうに感じてもらって、うまくね、じゃあかなりこう、うん、私みたいなと使ってもらえたらいいなと思います。ありがとうございます、うん、あともう一つお聞きしたいのが、うん、小林さんってもともと国際協力に興味なかったわけじゃないですか、うんうん、ただ JICA 海外協力隊を通して国際協力っていう業界に今携わられていると思うんですけど、うんうん、今携わってみて、うん、国際協力っていうのをどう見てますか。なんかもともと自分が興味があるなって思って勉強したりしていく中で、これすごく難しくて、今私の中でも答えは正直出てないんですけれども、はいはい、ざっくりこう自分を今成長させてくれてるフィールドみたいなところがあって、国際協力に携われたおかげで海外の人とまあコミュニケーションするような言語力もそうですし、その文化的理解力っていうのも得られたし、そんな中で自分が日々成長しているなというふうに感じれるので、今民間企業にいるのでビジネスの力とかそういう観点でこう自分がチャレンジどんどんこうしていける場で、国際協力ってやっぱりどうしても途上国の現場とかに目が向けられがちだと思うんですけど、一方でさっき言ったように日本企業のチャンス、成長の機会でもあると思ってるんで、だからもっとなんか日本側に目を向けて国際協力っていうのが浸透して、自分自身の成長もそうですし、日本企業のもっとこう底上げみたいなのにもつながるような、そんな風な理解をしています。なるほど、まあ、元々国際協力って利益とかとビジネスっていうところと切り離されてた現実がありましたよね。そうですね、うん、でも今っていうところとかで言うと、そんな境目がちょっとなくなってきてるような認識ですよね。なくなってきてます。だから本当の本当に私が最初に感じてた無償の提供だとかボランティアっていう、まあ当然そういう要素も大事なんですけれども、一方で今おっしゃったビジネス的な話とか、民間がどんどんアフリカにこう出ていくような、そういった目線で国際協力ってもっと広い領域になってきてるのかなって思ってますね。そうですよね、うん、今は違くてアフリカと日本をつなぐようなビジネスチャンスの提供っていうのも具体的な国際協力の一つであり、そうです、そういう風に小林さん捉えられてるってことですね。そうです、そうです、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後になんですけど、もともと興味なかった
かった国際協力っていうところに興味を持ち始めた小林さんに、だからこそ今国際協力に携わろうと思ってる人たちとか興味を持ってる人たちにできるアドバイスってありますかね。国際協力って今申し上げた通りどんどん領域って広がってきてると思うんですね、はい、だからこれまで手の届かなかった、なんかよくわからないけどすごい善意満ち溢れた人がやってるようなちょっと遠い取り組みで思ってる意識を少しマインド変えてもらって、すごいなんか自分でも携われたりとか取り組めるものだっていう風にちょっと変えてもらって、でそう考えた時に結構入り口っていうかきっかけっていろんなところにあるんですよね。だからもう身近に多分そういうのやってる人もいるかもしれないし、なんかこう連絡とかもらえれば私なんかもすぐにこうお話とかおつなぎとかできるかもしれないし、きっかけっていろんなところにあって、で最近このコロナでセミナーとかもオンラインでよくやってるじゃないですか。そういうオンラインセミナーとかに出てみるとかも一つ、そういうのに出てみて自分のやりたいことっていうのをもう少し解像度高くできる今そういうチャンスなのかなって思ってるんで、結構市民権を国際協力が得てきたなっていうところで言うと、はい、本当にもう一歩踏み出すチャンスがめちゃくちゃいろんなところにあるなって思ってます。なんでそういうのをどんどんテイクしていってほしいなっていう感じですね。そうですね、おっしゃる通りで、もともと昔っていうのはインターネットが普及した時とか、あんまり国際協力に対しての情報っていうのはオンライン上での取得することって難しかったじゃないですか、紙とかね、そういうところで取得しないといけなかった時代がありますけど、でもだいぶ時代が変わって、いろんなところで発信してる人もいるし、そのオンラインセミナーとかでもやってる人たちもいるし、で自分が国際協力に興味を持ったら、まずは参加してみると、まあ、自分で調べるのもいいんですけど、調べるよりは実際にその人たちの声も聞いてみて、どういう風に感じるのかっていうところをもう少し解像度を上げてアプローチしてもらうと、あとはそういった情報は聞いててもアクションを起こせない人たちもいると思うんですけど、そういう人たちはどうアドバイスしますか。例えばですけど、これ一つですけど、本を読むって結構私有益だなと思ってるんですよ。なかなかそのセミナーとかで発言とか質問とかできない、まあ社員だったりすることもあると思う、当然あると思います。なかなか大人数の中で入って手を挙げてって難しいと思うんで、本とかも私はいいかな、アナログですけどいいかなと思って、私最近よく読書するようにしてます。ありがとうございました、ちょっとなんかおすすめの本とかってありますか。おすすめの本おすすめの本はね、国際協力キャリアガイドっていうのが今月出たらしいんですけど、あ、そうなんですね。私取り上げられてるんですよ、なんかあの私の所属してる会社の情報がこう載ってて、そこにあの社員のメッセージみたいなので私も顔写真とか載ってるんですけど、なんかそれでいろんな会社さんの取り組みとかが書いてあるので、それはすごい読んでいただくと宣伝みたいですけど、私がどんなことやってるのかってもうちょっとわかるのかなって。なるほど。いうところ、あとジャイカさんがあのムンディとかご存知ですか。あれすごいいいなと私思ってて、あれ無料っていうかジャイカのホームページで見れるじゃないですか、あ、そうなんですね。あれその PDF で全部無料で見れるんですけど、あそこって大きいプロジェクトとしてどういうことやってるかっていうところも話されてますよね。そうそう、最先端の取り組みとか、この国でこんなやってるよとか、毎回テーマが設定されてて、テーマに基づいたプロジェクトとか取り上げられてるので全部アーカイブされてるので、自分が興味がある分野のムンディとか読んでみるとちょっとなんか知識つけれたりするもんなとか。いや、有益な情報ですよ。国際協力キャリアガイドとあとムンディこの2つ興味持った方にはぜひ概要欄に貼っておきますので読んでみてくださいってことですね。そうです。前も本屋さんとかに行ってね、そういう国際協力の大きな本屋さんとかに行くと、コーナーあるじゃないですか。そうですね、 あそこで気になる本とか読んでみるのも全然いいかなと思いますし。確かに。ありがとうございました。じゃあ今日はジャケ海外協力隊に参加されて、今開発コンサルティング会社で働かれている小林さんにお越しいただきました。ありがとうございました、ありがとうございました。